UEFA チャンピオンズリーグ2011から 12UEFA チャンピオンズリーグ2011から12決勝トーナメント UEFA チャンピオンズリーグ2011から12決勝トーナメントは2012年2月14日から5月19日まで開催された UEFA チャンピオンズリーグ2011から12本戦の最終ステージであるグループリーグを勝ち抜いた16チームで行われる 決勝戦は2012年5月19日にミュンヘンのフースバルアレーナミュンヘンで開催され、チェルシーが初優勝を果たした。決勝戦以外はホームアウェー方式で行われる。2試合の合計得点が多いチームが次のラウンドへ勝ち進む。合計得点が同じ場合、アウェーゴールが多いチームが勝ち進む。アウェーゴール数も同じ場合、30分の延長戦が行われる。 延長戦でもアウェイゴールが適用されるため、両チームが同じゴール数を決めた場合、必然的にアウェイチームが勝ち進む。延長戦で両チームとも得点がない場合、PK 戦が行われる。ラウンド16の組み合わせ抽選会は2011年12月16日にスイスニヨンで行われた。チーム名が入ったボールがボールの中から引かれ、対戦相手が決められた。 グループ2チームのボール8個が入ったボール、空のボール、同じチームのボールが複数入ったグループ首位チームのボール8個の計10個が用意された。抽選方法抽選手順第1戦は2012年2月14.1521.22日、第2戦は2012年3月6.713.14日に開催された。チーム 1V、チーム2、 チーム 1V、チーム2チーム 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 1V、チームに2試合合計スコア4から3でミランが、準々決勝進出、チーム 1V、チーム2試合合合計スコア4から3でベンフィカが、準々決勝進出、チーム 1V、 チーム2に2試合合計スコア1から1、PK 戦4から3で、アポルが準々決勝進出、チーム 1V、チーム2に2試合合計スコア10から2でバルセロナが、準々決勝進出、チーム 1V、チーム2に2試合合計スコア2から2、アウェーゴールの差で、マルセイユが準々決勝進出、チーム 1V、チーム2に2試合合合計スコア7から1でバイエルン、ミュンヘンが準々決勝進出。 チーム 1V、チーム2に2試合合計スコア後から4でチェルシーが、準々決勝進出。チーム 1V、チーム2に2試合合計スコア後から2でレアルマドリードが、準々決勝進出、準々決勝、準決勝、決勝の組み合わせ抽選会は2012年3月16日に、スイスニヨンで行われた。なお、この抽選に、グループやリーグの制限はない。 第一戦は2012年3月27.28日。第二戦は2012年4月3.4日に開催された。チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2、試合合計スコア3から1でバルセロナが、準決勝進出。チーム 1V、チーム2試合合合計スコア4から0でバイエルンが、 準決勝進出、チーム 1V、チーム2に2試合合計スコア3から1でチェルシーが、準決勝進出、チーム 1V、チーム2に2試合合合計スコア8から2でレアルマドリードが、準決勝進出第1戦は2012年4月17.18日、第2戦は2012年4月24.25日に、開催された。チーム 1V、チームにチーム 1V、チームにチーム 1V、 チーム22試合合計スコア3から2でチェルシーが決勝進出チーム1 v チーム22試合合計スコア3から 3PK 戦3から1でバイエルンが決勝進出決勝は2012年5月19日にミュンヘンのフースバルアレーのミュンヘンで行われたチーム1 v チーム2ありがとうございます